Enjoy English 6号。この号では自分の欲しいもの、好きなものが言えるようになるのよ。さあ、ユニット1からスタート。好きなものが言えるようになろう。まずはウォーミングアップ。ブラザーチャンスコーナー、行ってみよう。Chicken. Yes, I do. Yes, I do. I like chicken. Do you like chicken? No, I don't. No, I don't. I don't like chicken. こんにちは。このユニットでは好きなものが言えるようになっちゃいます。君は食べ物で好きなものは何？嫌いなものある？例えば、鶏肉が好きですかという言い方は Do you like chicken? もし好きだったら Yes, I do. I like chicken. 好きでなかったら No, I don't. I don't like chicken. って答えればいいわけ。ところでジョニー、この子犬たち、友達から預かってて食べ物あげなくちゃいけないんだけど、好きなものがみんな違うのよ。余ったらジョニー食べていいから、それぞれ好きかどうか聞いてからあげてくれない？ OK! 君も手伝ってあげてね。食べ物は全部で6種類。チーズ、ピッツァ、チキン、ジャム、それからミルクとフィッシュです。Cheese. I like pizza. I like chicken. I like jam. I like milk. I like fish. This is delicious.
This is delicious って言ってたけど、これは美味しいねっていうこと。さあ、好きなものの聞き方、もう分かったわね。ところで相手の好きなものを聞くには、Do you like fish? というような言い方の他にももう一つ言い方があります。それは、What do you like? 何が好き?という言い方。じゃあどんな風に使うのか見てみましょう。Small box. I like the small box. Hello. Hello. What do you like? What do you like? I like the big box. I like the big box.小さな箱は The Small Box、 大きな箱は The Big Box。 The Big Box からとんでもないものが現れたわね。 Do you like fish? っていうように聞かれたら Yes, I do. I like fish. または No, I don't. I don't like fish って答えたんだけど、 What do you like? で聞かれたら I like the small box っていうふうに好きなものの名前を答えればいいわけね。それじゃあ次のゲームで練習しましょう。旅行会社にプランを立ててもらおうと思います。好みを聞かれますから正しく答えましょう。君好みの素敵な旅行プランを立てましょう。乗り物は car 車、train 汽車、airplane 飛行機の中から選べます。まず好きな乗り物を選んでね。それから sport スポーツを楽しむこともできます。そして行き先は lake 湖、 sea海、マウンテン、山の中から選べます。じゃあ、頑張って。
好みの素敵な旅行プランができた？じゃあユニット1はこれでおしまい。I'll be back soon!